にちは、栗山美久です。今日はなんとじゃじゃーん、イエティスキー場に来ました。今日はね、あれですよ、ここは静岡県にあるイエティというところで、国内で一番早く、営業開始になるスキー場のイエティにやってきました。さあ、これからちょっと滑るわけですけれども、富士山のふもとでどれだけ滑れるのか、噂ではすごいね、バンバン滑れるということで楽しみにやってきました。富士山見ながら滑りたい楽しみです。では行ってきます。イエーイ。めっちゃ最高。朝一バンシー待ってるね。結構ね、距離があるから今ハーハー言ってる。最高です。イエイ。じゃーんって見えないか見えないけど、イエティにやってきました。イエティはね、静岡県ですね。ですよねすごいんだよ。今ちょっと森で見えないけど、富士山がめっちゃ綺麗に見えるんです。すごい。ちょうどね、真っ白に雪冠っていうの、冠が乗ってる状態で、やってくることができました。あのね、結構ここに毎日来てる人もね、今日ラッキーだよって言ってもらえたので、すごく楽しみにしてやってきましたが、もうね、1本目滑ったんだけどね、いいね、良すぎたあのコース幅はそんなにまだね、これから徐々に広くなっていくっていうことだったんですけれども、もう全然もう、あのね、十分です。っていうかね、長さがね、まず長いで、あの長くて結構ピシッとこう締まったいい板だったので、もう足がめっちゃ楽しいんだけど、カービングダムギャーってできるんだけど、めっちゃ疲れました。なんかシーズン初めのなんか体力って感じで、結構ハーハーしましたよ。いやー、とにかく気持ちよかったです。じゃーん、じゃんじゃんじゃーん、富士山。ちょっと雲に隠れちゃったけど、富士山綺麗に見えてます。あれ、これそう、これを見たかったんです、私。もう、これを見れただけで、この富士山をスキーしながら見れただけで、もうここに来た甲斐がありますよね。ああ、幸せです。このまま雲が抜けてくれたら、最高。あ、でももうすでに綺麗。じゃあ、この富士山をバックにまた滑ってみたいと思います。行くぜ。
ってみて。富士山来たー、イエーイ。めっちゃ昨日雪がね積もったみたいだよ。超綺麗、ラッキーです。はい、富士山富士山のふもとイエティで滑ってきました。いやー楽しかったね。バーもすごくね朝一よくって、でその後もねいろんな練習ができたり、すごく一日楽しめました。ここはねシーズン一番早い時期にオープンするということで、今年も一番早くね雪で滑れて本当に素晴らしく、人工雪が本当ねやっぱ滑りやすいからとても良かったと思います。この場所は結構なんだっけ、首都圏からも結構近いので、東京とか、神奈川の方から来る方も多いですし、何よりこの富士山を見ながら滑れるっていうのが本当になんてなんか贅沢なんだろうと思う。あともうこれは知らなかったんだけど、海もすごい綺麗に見えて、景色的にもすごくいいし、まあ今日はポカポカ陽気ですごいいいスキー日和だったと思います。シーズン中もねずっと滑れるみたいなので、ぜひ皆さんも遊びに来るとこの景色と雪で楽しめると思います。いや楽しかった、ありがとうございました。また来ます、バイバイ。レンタルいっぱい。風で火が来るよ、危ないよ。あ、すごい、見て見て、イエティのほら、ショップ、お土産コーナーあるみたいよ。あ、すごい、いろんなお土産いっぱい売ってる。ちょっと行くな。
れ帰りに食べちゃおう、デザートに言った？ケーキの上に変えた帰りのお供じゃーん、信玄餅クレープ絶対美味しいじゃん